エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー波というと、透明化ができる、レース、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。レース波初期から登場している透明化ができるキラー、本名波、フィリップ、オジョモ、という名前でアフリカの男性。愛称波、バンシー、と呼ばれていている、モデル波スコットランドに伝わる女妖精のバンシーで、人の死を叫び声で予告するとされている。この設定が凝っていて、叫ぶ時は決まって姿が見えないとのこと。しかもその叫び声が凄まじいため、どんなに熟睡してても起きるらしい。叫び派かね？姿が見えない派透明、という設定を使ったのがレースだと言われている。それでは、レースの背景を見てみよう。フィリップ、オジョモとして、新たな人生への希望を胸にある国にやってきた。その国では無事職を見つけることができた。その職場が、オートヘイブン、レッカーズ、のスクラップ場だ。この職場には、なぜか警察がよく来ていたみたいだが、彼は自分に害が及ばない限りは、全く関わろうとはしなかった。そんなある日、この事実に気づく。プレスをかける前の車に、血がついているのを発見したんだ。トランクを開けるとまだ息のある人が縛られていたらしい。その縛られた人を逃すと、オーナーがすぐに喉を切り裂き、フィリップにこれは、サービス、であり、オジョモが処刑人だったことを告げた。これに激怒したオジョモは、オーナーを車に詰めプレスにかけたという、この後、誰も姿を見ていない。というのがレースの背景だ。意外と害がない限りは何もしないというのは、透明化の影が薄いとかかっている気はする。また、激怒した時の破壊力を考えると、スイッチのオンオフの切り替えができる点もレースらしいなと。それじゃあ、次はレースの特殊能力を見ていこう。レースの基本能力波、移動速度波秒速 4.6 メートル、脅威範囲波32メートルで背が高い、透明時には秒速 5.04 メートル、脅威範囲波0メートルと性能が変化する。では、レースの特殊能力に行こう。特殊能力波、悲哀の鐘、を使った透明化によるステルス型だ。使い方は簡単で、鐘を鳴らして透明化のオンオフを切り替えるのみ、透明化になるには 1.5 秒ほどの時間がかかるのに対し、解除波 3.5 秒ほどとちょっと長めになる。解除の時に鐘が24メートル鳴り響く。透明化中波、破壊アクションができるためパレットや発電機を破壊できる。ただしサバイバー波攻撃できないので、解除する必要がある。解除した時の恩恵として、数秒だけ速度ブーストがかかる。透明化の移動中波、空間が歪んでいるので視認波できるが、立ち止まると完全に透明化する。待ち伏せには要注意だね。さらに透明化には、隠し能力がある。探知不可はもちろんだが、カラスが反応しなくなる。透明化の強制解除をするには、スタンさせるか懐中電灯を当てた時となる。ここまで話すと透明化で有利に立てそうだが、解除するというリスクがあるため、使い分けが難しいキラーではある。それではアドオンを見ていこう。キラーには20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、縄が言われた鐘の下、瞬速の狩人、地、暴風、白、の3つ。簡単に言うと、縄が言われた鐘の下、は、鐘を鳴らす音を消しステルス性能を上げる。瞬速の狩人、地、は、透明解除の速度を上げ、解除後の取りこぼしを減らす。暴風、白、は、透明時の移動速度が上がり、サバイバーとの距離を素早く縮める。透明時の強化が多いので、周りを見て画面の歪みに注意しよう。レースの固有パークについて解説しよう。捕食者、
ちの追跡者、闇寄りで弟子者の3種類、一つずつ確かめてみよう。捕食者、派、索敵補助型パークです。キラー派サバイバーを追いかけるときにその姿だけではなく、走った後に残る赤い痕跡を使って追跡することが可能です。この痕跡なのですが、傷のマークには幅の間隔があり散らばったように見えます。場合によって派索敵が難しいです。ですが、捕食者をつけることにより、幅を狭めて追跡がしやすくなるため、初心者の方にはおすすめです。また、このパークを使うのであれば、スピリット、キラー、のフェイズウォーク中などに活用ができるのも特徴。単純に追跡が難しいな、苦手だなという方にはおすすめです。地の追跡者、派、索敵補助型パークです。一度怪我をしたサバイバー派、痕跡の他に、血痕を足場に落としながら移動します。通常であれば、若干黒い水たまりがあるように見え、薄暗い中でゲームをするデトバの中ではちょっと見つけにくいという感じです。ですが、この、地の追跡者、派その血痕を赤く鮮明にする効果になります。通常の追跡であればそこま使い道もないのですが、鋼の石、といった索敵を困難にするパークをサバイバーがつけていた場合、この血痕を使うことによって見つけることが可能です。思った以上に赤くなるので、結構目立つんですよね。闇寄りで弟子者、派、視覚補助型パークです。このパークの効果はとっても単純で、画面の見える幅が広くなります。サバイバーとは違いキラー派フプス視点となります。そのため、画面が結構狭めに作られており、角度によって歯画面横端が見えずにサバイバーを見逃すことがあります。慣れてしまえばどうということはないのですが、画面慣れをしていない初心者の方などには見やすくなるという点ではおすすめです。パーク派索敵を補助するものが多く、追跡の性能を上げる効果があります。慣れてしまえば使わなくなりますが、プレイの精度は上げれます。それでは、逆に発見が難しいレース戦のサバイバー側の対策に行きましょう。レース戦派なんといってもキラーの位置をいち早く把握できるかが重要です。特にマッチング開始時派、透明化が自動で発動しているため鐘の音が鳴るなどわかりません。なので、まず派索敵を360度しっかりするようにすることを心がけましょう。理由として派、キラーの特性上中心から外に探すので派なく発電機を外側から中心に向かって動きながら索敵するためです。そのため、発電機や移動に集中しすぎると索敵がおろそかになり透明化による画面の揺らぎに気づかないことが多くなります。完全に近づいたレースであれば、鐘の解除に時間がかかろうが解除後のブーストで追いつかれるので一撃をもらいやすくなるためです。気づいた時が遅いとやばいんですよね。とにかく、しっかり360度しっかり見ておこう。あとチェイスでもコツがあります。レースの場合透明化の状態で近づき、解除のふりをしてチェイスを誘う時があります。この時はわざとサバイバーに板を倒させたり発電機の邪魔を目的としていることが多いです。ここで注意したいのは、むやみやたらに板を倒さないということです。板を倒させることによってマッチング後半の消耗を狙っていたりします。なので、鐘を鳴らし終わるまでハイタグルなどをして時間を精一杯稼ぐのが一番いいです。完全に解除しなければ攻撃を仕掛けることができないので、鐘を鳴らし終わるのをじっくり見ましょう。透明化でチェイスに入った時ほどチェイスの引き伸ばしのチャンスですので、パレットの位置を確認しておきましょう。いかがでしたでしょうか？レース派何かと煽りキャラとして使われることが多いですが、使い方さえ抑えれば面白いキラーです。なんなら知らないうちに殺人に加担してたという悲しい背景ですからね。キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番派使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
ー。